着いたどうも、ちょうど水丸トレイン止まってますね。どうしような、中野号まで水丸トレイン乗れるんだったらいいな。それはまあ大事ですけどね。さあ、ってことで、ああ、もう終わってるわ。快速名に変わってますけどね。いやー、謎運用だな。あ、で、止まってですね、止まってると、いうことなんですけど、あのね、なんだろうね、ツッコミところが多い列車でしたね。え、なんでこういう運用なんだろう。謎だ。とにかく謎だ。どうも、伊勢島で、快速名で運用してるやつが、そのまんま、伊勢市から鳥羽までは普通列車の運用に書いて、で鳥羽に来て、で鳥羽から折り返してまた快速名に戻るっていうことらしいんですけど、なんなんでしょうね。なんかもうそんなことならいっそのこと鳥羽まで快速運用で、どうせ五十嵐とか二見とか普通運用で臨時停車でする運用ありますしね。って言っとったら、なんか隣のリスタカーはリスタカーでなんか変なことになってるし、なあ、まず突っ込めたからかんつかん。じゃあ、あの列車何分発？何分発だっけ？あーし、アップしたね。よし。こういう時はこういうのがね、役に立つんですよ。普通列車の伊勢中川じゃない、賢島行きか。10時28分9時32分じゃないですもんね。10時28分やから。いや、10時28分で中野港に着くとまずいのか。40分にフェリー出発だもんな。ってことは、もうここから歩くの選択肢しかないか。道丸トレインに乗るとさすがにもう一本、そういうのはまずいもんな。それね、結構中も道丸になってるらしいんですよね。あ、こんなとこにもあるんだ。これでしょ。なんか言ってくる。カオスだ。あ、ちなみにカオスって言ったら、運用、謎運用もう一つあって。あれ、なんでしょうね。金属、あ、どっちにしてもフェリーターミナルやから、渡らなあかんから、渡るのは渡っときましょう。よいしょ。よし。昔は直通できたんですけど、向こう側に一回出やんだったくなりましたからね。あ、10時40分、やっぱフェリー乗り場の方でもすぐ取ったんだよな。なんで多いねえか。こっちね、金属の方はね、いや一気に観光に考えてますね。クリーム、食べてもいい気もするな。クリームもあるし、出口、伊勢湾フェリーは一番出口、こっち、はい。と、まあまあ、試験後ですからね。よいしょ。そして言うて待ってしまいますね。あと謎運用って言ったら、さっきの列車ワンマン運転でもツーマン運転でもなく、まさかのフォーマン運転でしたからね。なぜか4人乗ってましたからね、乗務員さんは。カオスする、いろいろカオスする意味がわからない。で、しかも、あ、そう、もうすぐ鳥羽の日なんですよね。10月だよな、オクトーバーな、ちょうど10月10日やし、
なるほどな。あ、すごい、ボンネット車。へえ、すごいな。ああ、突っ込みどこ間に合うの。ああ、突っ込みどこが間に合うの。ベントレーのリムジン。ベントレーか。もうダメだ、突っ込みどころ多すぎるぞ。間に合わねえ。あと、トバマルシェでね、あるしね、うん、もうそろそろ10時前やから営業始めるところもお、あるでしょうね。あ、噴水綺麗だ。で、何だったっけ、他に突っ込みどころ、他の突っ込みどころ何だったっけ。あ、そうで、4人でで、まあ、1人は研修なのかな、運転手さんがいて、運転手さんの横でなんか 目、あの目を取ってなんか研修しながら、まあやってるのかなっていう人がいて、まあここまではよくあるじゃないですかね。車掌さんごと3人まではよくあるんですけど、なぜか車掌さんの補助っていうか車掌の2人体制なんですよね。で、後ろの後部車両で案内してる人と、ぐるーっとずーっと車内巡回して、切符の販売とか、いろいろと、乗務取り扱いをする車掌さんがいてっていう、で、ドアの取り扱いとかはもう一人車掌さんがやるんだ。なんか、で、4人っていう、なんだこれって、うん、で、しかも、写真ちらっと撮ってきましたけど、1号車快速名の運用だったんで指定席扱いになってたんですよね。これで一瞬私もあれ使っていいのかどうかなって分からなかったんですけど、あ、どうも OK みたいですね。どっちにしたっていうな、激レアですかね。多分からその伊勢市までそれで来てるから、そのまんまその運用に入ってるんで、多分横サボは変わってたのかな。横サボはくるくる回したかもしれないけど、なんて言うの、車内のやつはあれ電子じゃなくて札でね、カチャ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 変えるやつなんで、多分それの変更はせず、というか多分あのところしか運用しないから、そこだけのために自由車的にいちいち変えるのもあれだしっていうことなんでしょうけど、うん。でとか指定席ってなったのか一緒へってなりましたけど、でもその自由席グリーン車はね、よく JR 東日本の方なんかでもありますけど、あとの普通車で指定席してなるのと思ったけど、そもそもできないはずなんですよね。マルチ券の兼ね合いが、三重4号とか、ああいった、車番がついてないと、指定席の発売ができないんで、ってなんか、昔聞いたことがあります。ので、できたはずだし、うん、と思って座ったと、まあ、OK ということだったんで、よかったんですけど、だからカオスすぎる、だれ、普通に飛ば行きにすればいいじゃんと思うんだけど、なんのメリットがあるんだ、なんなんだろう、わかんねえ、逆に飛ば行きの快速見えにして、伊勢市から鳥羽まで臨時停車の運用って、全然、鳥羽から伊勢市の間、臨時停車運用って全然普通にありますからね。あれって、わかんねえ。なんでなんだろう。停車時間が長いから。いや、乗務員交代であれぐらい止まるのに全然、規制本線はありますからね、優等列車でも。何かで優等列車の優等種別の条件を満たせないからいう運用なんでしょうね。どうせなら指定席のあれにしといて、ね、稼げる方のがいい気もするし、不思議だ。そんなの不思議だ。って言いながら、海のそばを、そっち側からも歩いていけんの？